アメリカ独立戦争における外交では、1776年にアメリカが死中国が独立を宣言する前から1783年のパリ条約で正式にその独立を認知されるまで、主にヨーロッパ諸国との外交について解説する。遠く、大西洋を隔てたヨーロッパとの付き合いは、戦争遂行のためには遠回りであっても重要な影響を与えることが多かった。 アメリカ独立戦争が始まる前は、植民地の領域を超える外交は、ロンドンで扱われていた。各植民地はイギリスに代理人を置き、植民地間の協議会を設立した。各植民地は、ヨーロッパの和平解決、インディアン部族との条約などの設定を呼び、植民地間の合意事項に従っていた。1772年からいくつかのアメリカ植民地が、 通信委員会を結成した。1773年に、イギリスの議会が茶法を法制化し、ボストン茶会事件の後では、1774年に、ボストン港統制法やマサチューセッツ等地法、いわゆる耐え型基礎法を制定した。1775年11月29日、大陸会議は、全13植民地の通信委員会を設定し、 これが1781年には外交問題担当局になった。イギリスの首相フレデリック・ノース卿は1775年2月20日に可決した和解案を起草することで柄にもない役割を果たした。これはアメリカ独立戦争の勃発直前に13、植民地との和平にこぎつけようとしたものだった。この和解案では市民政府と 司法行政を共通して防衛にあたり指示を表明する植民地は通称の規制に必要なものを除き税の支払いや義務を免れるというものだった。和い案は各植民地にあてて作られて送付され意図的に長方形の存在である大陸会議を無視した。ノース教は植民地人の内部分裂を期待し革命、独立の動きを弱めようと図った。 この和解案は、あまりにさま末であまりに遅すぎたことが分かった。アメリカ独立戦争は1775年4月19日の、歴史ントンコンコードの戦いで始まった。大陸会議は1775年7月31日付で、報告書を公開し、和解案を拒否した。1775年5月に、 第二次大陸会議が招集された時、大半の大議員は、ジョン・ディキンソンの求めるイギリス王ョージ三世との和解を支持した。しかし、ジョン・アダムズが指導する少数派は、戦争が避けられないと考えており、沈黙を守った。ジョン・ディキンソンと、その追随者によって、いかような手段でも彼らの望む和解を追求する、決議が通り、オリーブの枝成岩が承認された。 この請願書は当初トーマス・ジェファーソンによって起草されたが、ジョン・リキンソンはジェファーソンの文章が攻撃的に過ぎていると考えてその大半を書き直した。ただし結論のいくつかはジェファーソンが書いたものと同じままだった。請願書は7月5日に承認され、署名されて7月8日にロンドン宛て発送された。1774年イギリスの議会は、 ケベック法と共に、アメリカの植民地人が、耐えがたき処法と呼んだ法律を法制化した。ケベック法はいくつかの規定の中でもフランス系、カナダ人が、ローマカトリックを信仰する権利を保障した。カナダ住民への手紙とは、1774年に第一次、大陸会議、1775年と1776年に、 第二次大陸会議によって書かれた算通の手紙であり、ケベック植民地住人と直接の交信を図るものだった。ケベックは元フランス領カナダに属しており、当時は代表を送る仕組みを持っていなかった。これらの手紙の目的は、大勢のフランス語を話す人々をアメリカの独立推進派につけることだった。その目的は結局達成されなかった。 ケベックは、他のイギリス領北方アメリカ植民地と共に、イギリス側に泊まった。これらの手紙で唯一得た重大な効果は鮮明に、足りないニコ連隊を徴兵できたことだった。1775年12月、フランスのベルジェンヌ伯爵、シャルル・グラビエが、ジュリアン・アレクサンドル・アシャールド・ボンブーロワールを密かに、アメリカに派遣して、大陸会議のことを探らせた。 ボンブロワールは、機密通信委員会のメンバーと会合した。1776年初期、大陸会議の反公式任務を帯びて、サイラス・ディーンがフランスに送られ、フランス政府がアメリカ職務員地に財政的援助を与えてくれるよう格索した。ディーンは、パリに到着するとすぐにベルジェンヌや野望マルシェとの交渉を始め、 ロドリゲス・ホルタレス会社を通じて、多くの武器弾薬をアメリカに運ばせる約束をした。またディーンは、大陸軍に従軍することになるという運命になった、多くの軍人を徴兵した。その中には、ラファイエット公爵、ヨハンド・カルプ弾爵、トマス・コンウェイ、カジミエ・シュ・プアスキ及びフリードリ・ヒビル・ヘルム・フォン、シュトイベン弾爵がいた。ディーンは領収書や、 費用の管理がずさんだったために1777年11月21日にアメリカに呼び戻される結果になった。1775年にアーサーリーがロンドンにおける大陸会議特派員に指名された。リーはスペインとプロイセンに反乱軍側への支援を取り付けるために特命施設として派遣された。リーニア・フランクリンと共にフランスへの共同施設にも指名された。 1776年12月、ベンジャミン・フランクリンがアメリカの施設としてフランスに派遣された。フランクリンはアメリカ合衆国を支持したジャック・ドナルレード・ショーモンから寄贈されたパリ郊外のパッシーの家に住んだ。フランクリンは1785年までフランスに泊まった。スタテン島和平協議はアメリカ独立戦争を終わらせるために仕組まれた。 短時間の会議だったが、不成功に終わった。この協議は1776年9月11日に、ニューヨークのスタテン島で行われた。1776年9月、イギリス軍が、ロングアイランドの戦いで勝利した後、リチャード・ハウ将軍が、国王ジョージ三世の和平交渉員大公に、指名され、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン及びエドワード・ラトリッジと議論を、 行うために会見した。ハウは当初これら3人と詩人として会うつもりだったが、大陸会議の公式代表として認めよという要求に応じた。アメリカ側はいかなる交渉でもイギリスがアメリカの独立を認めることを主張した。ハウはその要求に応じる権限はないと答えた。イギリス軍はキップス湾の上陸戦でその作戦行動を 再開した。ピット・トリデ条約は、デラウェア族との条約あるいは第四次、ピッツバーグ条約とも呼ばれ、1778年9月17日に署名されて、新生アメリカ合衆国とアメリカインディアンの部族との文書による初めての条約となった。 アメリカ独立戦争が行われた1775年から1783年の間に多くの非公式条約がインディアン部族との間に結ばれたが正式な文書になったのはこれ一つだった。ペンシルベニア国のピットトリで現在のピッツバーグ中心街となった場所で署名された。これは実質的に正式な同盟条約だった。インディアン部族の大半が イギリス側についたために、インディアンとの交渉は、大半が不成功だった。ふつまい同盟条約は、フランスと、アメリカ合衆国政府を代表する、第二次大陸会議との間の契約であり、1778年5月に、批准された。ベンジャミン・フランクリンはその魔法のような攻撃姿勢で、ベルジェンヌ白尺と交渉し、秘密の借金やフランス人のボランティア以上に、 その指示を増そうとした。サラトガの戦いで大陸軍が勝利したことにより、フランスはイギリスの敵に対する同盟を正式なものにした。コンラッド・アレクサンドル・ジェラール・レーネバルがアメリカの代表であるフランクリン・ディーンを呼び、リートの交渉に当たった。1778年2月6日に署名された同盟条約は、 両者がイギリスから攻撃された場合に互いを助け合う防衛同盟だった。さらに、どちらの国も13植民地の独立が認められるまで、ロンドンとの和平に単独で応じないこととした。フランスの戦略は大きな野望であり、イギリスへの大規模な侵略ですら考慮された。フランスは2年以内にイギリスを徹底的に打ち破り、7年戦争で大量に 失ったものを取り戻せると考えた。1778年3月、ジェラール・エーネバル・アデスタイン帝国の艦隊と共にアメリカに旅し、1778年8月6日に大陸会議でフランスからアメリカへの初代公認全権行使として最初の歓迎を受けた。1778年、イギリスがサラトガの戦いで敗れた後で脅威の対象であるフランスが アメリカの独立を認知し、イギリスのノース首相は1778年2月に、茶法とマサチューセッツ統治法を撤廃した。ウィリアム・イーデンが、ジョージ・ジョンストンと共に組織し、第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワードを長とする施設が、アメリカとの問題解決交渉のために派遣された。しかし、米仏同盟の知らせがロンドンに入った直後に、出発した。 フィラデルフィアに到着した施設団は大陸会議に提案書を送付した。しかし、イギリス軍はフィラデルフィアを離れてニューヨークに向けて出発しており、大陸会議には施設団に権限が与えられていない独立の承認という点に固執する決意を固めさせた。ジョンストンは大陸会議の代表数人を買収しようとし、カーライルが反ンフランス的コメントを出した後は、 ラファイエットがカーライルに決闘を申し込んだ。1778年11月27日、施設団はイギリスに戻った。スペインは、アメリカ合衆国の同盟者ではなかった。ただし、少なくとも1776年に、この戦争全体では最も成功した指導者の一人で、あるルイジアナのスペイン総督、ベルナルド・デ・ガルベスとアメリカとの間に非公式の、 同盟関係が存在した。1777年、新しい首相であるフロリダ・ブランカ伯爵、ホセ・モニーノ・イレドンドが権力を持ち、イギリスの自由主義的伝統の多くを利用する改革計画を持っていた。フランスは、ブルボン家が1713年に、スペインの支配王家となって、以来、設定された同盟である、ブルボン家族名役に依存していた。 アランフェス条約が1779年4月12日に調印された。フランスはジブラルタル、フロリダ及びメノルカ等のダッシュを援助することに同意した。1779年6月21日、スペインはイングランドに宣戦線布告した。スペインの経済はアメリカ大陸にある植民地帝国にほぼ全面的に依存しており、 アメリカ合衆国が領土的に拡張することを心配していた。スペインはそのような心配を抱きながら、ジョン・ジェイが外交関係を築こうとしたことを頑固に拒絶した。スペインがアメリカ合衆国独立を承認したのは1783年2月3日のことであり、独立戦争の参戦国としては最後になった。 第一次武装中立同盟は1780年から1783年にヨーロッパの海軍諸国が結んだ軍事同盟だった。これはイギリス海軍の戦時政策としてフランスの密輸に駅する中立国の船舶を無制限に捜索したことに対して中立国の船舶を守ることが意図されたものだった。ロシア帝国のエカチェリーナ2世が 独立戦争中の1780年3月11日に武装中立を宣言して第一次同盟を開始した。これは武器や軍需物資を除き中立国が交戦国の国民と支障なく海洋貿易を行う権利を保障したものだった。ロシアは全海岸の封鎖を認めようとはしなかったが、 個々の港のみの封鎖は認め、また公戦国の戦闘艦が実際にいるか、近くにいる場合も認めた。ロシア海軍は、この宣言を執行するために、地中海、大西洋及び北海に各一戦隊を派遣した。デンマークとスウェーデンは、ロシアの中立同盟提案を受け入れ、船舶に対する同じ政策を採用し、この三カ国は、同盟を形成する。 協定書に署名した。この三カ国はそれ以外のことでは戦争の局外に止まったが、交戦国に自国の船舶が捜索された時は共同で、報復すると脅しをかけた。1783年のパリ条約で戦争が終わった時、プロイセン王国や新生ローマ帝国、オランダ、ポルトガル王国、両シチリア王国及び、 オスマン帝国が同盟に加盟する国となっていた。イギリス海軍はこれらの国の艦隊を合わせたよりも優勢だったので、軍事手段としてのこの同盟は、エカチェリーナ2世が後に呼んだように、武装中立だった。しかし外交的には大きな重みがあった。フランスとアメリカ合衆国は、 新しい原則である自由な中立通商に対して、すぐに遵守することを宣伝した。第四次英乱戦争を戦った両国は、それとなくオランダを同盟外に置いておくためのものと、その戦争を考えていたが、イギリスが公式に同盟を敵国と認めることは、なかった。第一次武装中立同盟はその後のナポレオン戦争で、 第二次武装中立同盟として引き継がれたが、対局的には成功せず、コペンハーゲンの改戦で、イギリスが勝利したことで終わった。1776年、ネーデルラント連邦共和国が、アメリカ合衆国の国旗に敬意を表した。最初の国となり、イギリスのオランダに対する疑念を増させることになった。1778年、オランダはフランスに対抗する戦争で、 イギリスの側に組み込まれることを拒否した。オランダはアメリカにとって主要な供給国だった。例えば1778年から1779年の13ヶ月間で3182隻の船舶が西インド諸島の新というスタティウス島を通過した。イギリスが アメリカの反乱者のために武器を積んでいないかすべてのオランダ戦を捜索し始めたとき、オランダは公式に武装中立政策を採用した。イギリスはオランダが公式に武装中立同盟に加わることのできる前の1780年12月に正式に戦線布告した。このことが第4次英乱戦争を引き起こし、イギリスの資源を分散させることになったが、 究極的には、オランダの体調を確認させることになった。1782年、ジョン・アダムズは、オランダの銀行家と、戦時物資のための200万ドル借り入れを交渉した。3月28日、アダムズやオランダのパトリオット政治家、ジョン・バンデア・アカペレンによって組織された、アメリカ側のための請願運動の後で、オランダは、 アメリカの独立を承認し、その後に通称友好条約に署名した。1783年、スウェーデン王国はアメリカ合衆国に中立国として最初にアメリカ合衆国を承認した。スウェーデンは武装中立同盟に参加したが、独立戦争の局外にあった。スウェーデンにとって重要なことは中立国船舶の航行の自由であり、 イギリスによってその中立貿易が阻害されたことが武装中立同盟参加の動機となった。しかしスウェーデンは17世紀半ばにフランスと同盟を結んでおり、スウェーデン将校の多くはフランス海軍で勤務し独立戦争にも参加していた。このためフランスの視点からアメリカの動向を認識することができたのである。同時にこの戦争はスウェーデンにとって 貿易と海運業の機会の拡大を意味した。スウェーデンは1655年に新世界のニュースウェーデンを創出して以来、大西洋を超えて関わりを持ったことはなかった。独立戦争はスウェーデンに新たな選択肢をもたらすこととなった。それは旧植民地との直接貿易であり、新生アメリカやカリブ海地域への経済的進出という道であった。 デンマークやスウェーデンは中立国であったが、国際的地位は脆弱で、そのために参戦に対するリスクは非常に大きかった。しかし中立したことでそのメリットは非常に大きく、特に戦争中は列強の間で中立海運国として機能した。しかし戦争終結後は、スウェーデンにとって期待とは裏腹に、アメリカとの貿易はほとんど効果をもたらさなかった。 西インド諸島貿易とも競合することとなり、この地域でのスウェーデンの海運業の促進は、新生アメリカの海洋国としての発展を待たなければならなかった。交渉はフランスで行われ、1783年4月3日にパリで締結された。アメリカはスウェーデンが国家として独立戦争に関与していないことを評価した。この条約は、 両国の友好関係の締結と同時に通商法も含まれており、書面は両国の最恵国待遇の承認やすべての船舶、貨物の両国の相互保護などで構成され、在フランスアメリカ合衆国全健康試験、在スウェーデンアメリカ合衆国全健康試ベンジャミン・フランクリンと在フランススウェーデン大使グスタフ・フィリップ・クロイツによって署名された。 パリでの予備条約の署名、1782年11月30日、パリでの和平の動きは、アメリカ独立戦争を終わらせた一連の条約となった。1781年6月、大陸会議は、イギリスとの交渉を行うための和平施設団を、指名した。1782年11月30日、和平予備条項が、リチャード・オズワルドと、 アメリカ合衆国代表によって調印された。ヨークタウンの戦いでコーンウォリス教が降伏したという知らせは1781年11月下旬にイギリスに届いた。これはイギリスの議会が翌年の軍事費について議論を始めるすぐ前に当たった。急遽予算が組み替えられてアメリカにその時あった軍隊をそのレベルで維持することとしたが、 カリブ海やジブラルタルでのフランスやスペインからの攻撃に対して防衛するという新しいアプローチのために構成という政策は放棄することになった。それゆえに構成のない戦争という政策を立てアメリカ人との和平協議を始めるための決断がなされた。まずアメリカ合衆国とフランスの間の同盟条約で規定された目的は具体的に アメリカ合衆国の独立を維持することだった。第二にアムステルダムからの帰とに捕まえ、ロンドン島の二松月の小さな部屋に押し込めていたアメリカ人施設、ヘンリー・ローレンスとの非公式交渉がすでに1年以上にわたって続いていた。パリに派遣されたイギリスの交渉施設はヘンリー・ローレンスと昔から奴隷貿易で共同経営者だったリチャード・オズワルドであり、 ロンドン島を訪れた者の,の一人だった。フランクリンとの最初の会談は、イギリスがカナダをアメリカに渡すべきという提案になった。7月1日、イギリス政府の名目上の主犯だった第2代、ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワースが急死し、第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティが後継と、ならざるを得ず、 そのことで、チャールズ・ジェームズ・フォックスの辞任につながり、議会の反戦ホイッグ等が大きく割れることになった。これにもかかわらず、交渉の続きは、シェルバーンの素直でない指導力の下で続けられることになった。例えば、ジョージ・ワシントンにイギリスは、前提条件なしに、アメリカの独立を受け入れると述べた手紙を送るために、 大西洋を渡る時間が多いにかかるという利点を利用し、オズワルドがパリに戻って、フランクリンやその仲間と交渉するときに、そのような約束をする権限を与えていなかった。フランクリンはその夏の終わり頃に通風をわずらっていたが、ジョン・ジェイが9月に、レーネバルによって、フランスがイギリスに送った、機密施設団のこと、および、フランスの漁業の事情を知ったとき、 シェルバーン自身に伝言を送って、なぜフランスとスペインからの多大な影響力を避けるべきかについて詳細に説明した。同じ頃、オズワルドは、アメリカとの交渉施設の条件として13のいわゆる、植民地が、自分たちのことを、合衆国と呼ぶことを認めるよういくらか、言葉を変えてよいか求めていた。9月24日頃、アメリカ人は、 これがなされたという伝言を受け取った。和平の条件の中でも特にアメリカとの条約に提案されたものはイギリスの中に政治的な嵐を引き起こした。北西部領土とニューファンドランドでの漁業権を譲渡すること、及び特に各州がないがしろにするであろう、条項によってロイヤリストを明白に見捨てることは議会で求断された。最後のポイントは 最も容易に解決された。戦争を続けないことで出費を抑えられる、イギリスの税収入がロイヤリストの保証に使うことができることになった。それでも1783年2月17日と、さらには21日、議会で条約に反対する同義が成立し、2月24日は、シェルバーン伯爵が辞任して、5週間というもの、イギリス政府は指導者が、 不在の状況が続いた。最終的にロッキンガム公爵を前年に選んだものに類似した解決案が見つかった。政府は名目上ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクによって指導されるものとし、二人の国務大臣はチャールズ・フォックスとこともあろうにノース教が引き受けることになった。オズワルドは新しい交渉者、 デイビッド・ハートリーと入れ替わることになったが、アメリカ人は、条約が大西洋を二度も渡って、大陸会議に承認されなければならないこともあって、条約のいかなる修正も認めることを拒んだ。それゆえ2783年9月3日、パリのハートリーのホテルで、前年の11月にオズワルドとの間に、合意されていた条約に、正式な署名が行われた。 ベルサイユではフランス及びスペインとの間に別の条約が締結された。ベンジャミン・ウエストが描いたパリの代表団、ジョン・ジェイ、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン、ヘンリー・ローレンス及びウィリアム・テンプル・フランクリン。イギリスの代表はポーズを取ることを拒否し、この絵が完成を見ることはなかった。1783年9月3日に署名された。 パリ条約は1784年1月14日に連合会議によって、また同年4月9日にイギリス王ジョー寺賛成によって批准され、批准書は同年5月12日にパリで交換され、正式にイギリスと1775年からイギリスの統治に対して反乱を起こしていたアメリカ合衆国との間のアメリカ独立戦争を終わらせた。 他の交戦国である、フランス、スペイン及びオランダは別々の合意に至った。この条約は現在パリ市、ジャコブ通り56番にあるホテルドヨークで、アメリカ合衆国を代表するジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン及びジョン・ジェート、イギリス国王・ジョージ3世の代理である、イギリス議会のデイビッド・ハートリーによって署名された。ハートリーはこのホテルに泊まっており、 ジャコブ通り44番にあるイギリス大使館に近いということから署名のための中立の地として選ばれた。9月3日、イギリスはフランスとスペイン及び暫定ではあるがオランダと別の合意に署名した。スペインとの条約では東フロリダと西フロリダの植民地とともにメノルカ島がスペインに割譲され、一方フランスとスペインに占領されていたバハマ諸島。 グレナダ及びモントセラとはイギリスに返還されることになった。ベルサイユで行われた調印式にはイギリスの第四代マンチェスター公ジョージ・モンタギューとスペインのアランダ博が出席した。フランスとの条約では大半が占領した領土の交換についてだったが以前の条約を補強もしてニューファンドランド島沖での漁業権を保障した。 オランダは1781年に占領された東、インド諸島の占有部がオランダ領東、インドでの交易権と引き換えにイギリスからオランダに返却された。アメリカの連合会議は1784年1月14日にパリ条約を批准して、その写しが関係国の批准を求めてヨーロッパに送り返され、最初に3月にフランスに届いた。 イギリスの批准は同年4月9日であり、批准された文書が同年5月12日にパリで交換された。しかし、通信手段の欠如のためにアメリカが自国でその知らせを受け取ったのはしばらく経ってからだった。1782年11月30日に作られ、1783年4月15日に連合会議に承認された予備条項に基づき、 この条約は正式にイギリスと1776年7月4日に13植民地が独立宣言を行って作られたアメリカ合衆国との間の戦争を終わらせたアメリカがイギリスから受け取った主権によって自動的に植民地状態が消滅した同時に地中海におけるバーバリ海賊からの保護もなくなりバーバリ戦争につながったアメリカの各州は 連邦の推奨である第5条を無視してロイヤリストの財産没収を再開し第6条の審判、すなわちロイヤリストの財産を見払い負債として押収した。いくつかの州、特にバージニア州は第4条も受け付けずイギリスの債権者への負債の返済に対抗する法律を維持した。個々のイギリス兵は第7条の規定である。 奴隷制の廃止について無視した。北アメリカの実際の地形は、条約のカナダとの国境に関する詳細と合わない、ことが分かった。条約では、アメリカ合衆国の南側協会を規定したが、別の英西合意では、フロリダの北の協会を規定しておらず、スペイン政府はその協会が、フロリダ領土をイギリスに初めて渡した1763年合意と、 同様であるとみなした。その論争が続く間、スペインのその新しいフロリダ支配では、第八条を無視して、アメリカがミシシッピ川に近づくことを妨害した。五大湖地域では、イギリスがあらゆる可能な速度で、その支配を放棄すべきとした規定を大変緩やかに解釈した。というのもその地域を、アメリカ合衆国の支配外のままとしていながら、条約の中では、 完全に無視されたインディアンと交渉する時間が必要だったからである。その交渉が終わった後でも、イギリスは押収されたロイヤリストの資産に対する保証を得たいと考えて、取引材料としてその地域の支配を続けた。この事態は1794年の J 条約で最終的な決着がつけられ、アメリカは1787年の 新憲法成立と1794年のフォールン、ティンバーズの戦いでの勝利によって、これらすべての点での取引能力が大きく強化された。ありがとうございます。